南相馬市立小高中学校。今年も生徒が楽しみにしている学校行事、群青祭の季節がやってきました。これは民謡相馬流山踊り。ここ小高中学では1年生に入学すると必ずこの踊りを練習し、群青祭で地域の人たちに披露するのが毎年の恒例行事です。そして心を持って8年前から小高中学に踊りを教えに来ている小高郷流れ山踊り保存会の早川理子さんです。生まれは浪江なんですけれども、小高に嫁いでずっと40数年小高で暮らしてるんですけれども、今は仮設ですね、はい、あちこちでこうボランティアで行ってるんですけれども、民謡踊りで行くと大変喜んでもらいます。新相馬節とかね、あと原釜大漁歌い込みなんて踊る、踊るともう本当に喜んでくれるんです。若い時俺もこうして踊ったったとかってね、本当昔が懐かしいね。震災前はあちこちでこういうふうにやって歩ったとかっていうね。小高中学校のあった南相馬市小高区は、福島第一原子力発電所から20キロ圏内にあり、1万2000人の住民は今も避難生活を送っています。小高区で唯一の中学校である小高中学校も、市内北部にある鹿島小学校の敷地内に建てられた仮設校舎で授業を行っています。全校生徒数は102人。原発事故前と比べ3分の1程度に減りました。体育館やグラウンドは鹿島小学校から借りています。そうですね、自由にその体育館を使えないっていう、やっぱ小学校の都合もあって、なかなか教室の方で狭いんですけどもお願いできますか、でも千倉の体育館が急遽空きましたのでって言ってね、あっちに行ったりこっちとかって言って移動したことも多々あったので、そういうことが震災前はなかったんですね。だからそういう面で子どもたちもやっぱり曲がりっていうのは大変じゃないかなと思うんですけど。今年入学した1年生は38人。4つの小学校から新入生が集まり、震災後、小高中学校では初めて2クラスになりました。一回埼玉に避難して、6年生の2学期からこっちに戻ってきて、不安もまだ残ってるけど、2学期の群青祭とかがすごい楽しみなことの方が多いです。今月も3ヶ月です。結構あれ賑わってるっていうか、そんな感じです。部活が一番好きです。何やってるんですか？テニス部です。男子。うわ、じゃあこいつちょっとやばいよ。群青祭2日前、紋付きにのばかま、陣羽織に陣笠を身につけ、手には金の扇子とまびしゃく。この日初めて本番のいでたちで練習に臨みます。ここに誰か来て、ここに来て、それで詰める。一つ着付けされるとやっぱり、ああ本番が近いっていうのが分かるんですね。で、練習はね、何日か続くんですけど、本番は1回しかないんですよね。相馬流れ山という民謡は今から700年も昔、相馬重種が住み慣れた現在の千葉県から東北地方へ道なき道を進んだ際、ふるさとの流れ山を偲んで口ずさんだものが由来とされています。この民謡に踊りがついたのは今から100年ほど前、軍事訓練として1000年続いてきた野馬追が明治政府によって中止に追い込まれる中、地域の人たちが祭りとして復興、相馬流れ山踊りが生まれたのです。流れ山も今会員が少ない
保存会の方ね、会員も随分少なくなって、それで県内外で避難しているものですから、会員全部が集まるってことはとても難しくて、バラバラですから、もう本当にこの辺に伝わる伝統芸能なので絶対残していきたい、絶やさず。これ亡くなってから起こすっていうのは大変なんですね。群青祭当日、去年はあいにくの雨でしたが、今年は快晴です。群青祭では合唱や職業体験の発表、美術や家庭科などの作品展示など日頃の学習の成果を発表します。生徒たちが独自に企画した有志の出し物の中には、避難生活を続けている子どもたちならではのものも。東日本大震災の復興ソングとして作曲された、EXILE のライジングサンを踊っているのは3年生。着ている法被は、被災した浪江町の請戸漁港で実際に使われていた大漁旗から作ったものです。いよいよ1年生の相馬流山踊りです。この踊りが群青祭の最後を締めくくります。これから1学年の総合学習の発表します。この相馬流山踊りは小高中学校の伝統になっています。1年は完成の時に小高の足高で踊りを披露したこともありました。この素晴らしい伝統を守るために相馬流山踊りを一生懸命練習しました。一時は中止されていた野馬追。相馬流山踊りには4つの踊りがあり、この土地の人と馬との強い絆がうかがえます。一つ目の踊りは振り込み踊り。これは馬追いの行列の勇壮な様子を踊りにしたものです。野馬追いで騎馬武者の背中の旗が風になびく様子を扇子で表現したものと言われています。二つ目は鉄線踊り。散らばった侍を馬の上から指揮する様子や、野生の馬を追い込む姿を踊りにしたものです。駒返し踊りは遠くへ散っている馬を呼び寄せる様子を表現しています。そして駒止め踊りは、走り回って疲れた馬に水を飲ませる仕草を表現しています。
ごい緊張したけど、今まで練習した成果を自分で発揮できてよかったです。少しでも上手に踊れるようにって考えてやりました。練習の成果やったんじゃない？あ、そう、練習の時は、うん、練習の時はめっちゃ間違ってたけど、うん、本番だったら間違いなかったです。みんなこんな感じで、なんか下向いてもうやりたくねみたいな顔したんですけど、ずっとやってくれてよかったです。流れ山とか上手にできたんでよかったで、これからもっと楽しい中学校生活にしたいなって。上出来かな、やっぱり練習の会があったと思います。受け継いでいくのに大変なんだから頑張ってねっていう、まあ、友人も数人来てて、あのうちの孫踊ってんだとかって言われて、やっぱりこれを受け継いでいくことは大事だなって思いましたね、改めて。いや、なんただ感激感激でした。こういう逆境のもとにありますからな、よくまあすくすくと勉強してやってくれました。本当に嬉しいです。はい。さよなら。さよなら。国の計画によると、小高区の避難解除は2016年4月。今の1年生が3年生に上がるその年です。